南雲さん、ティーチングプロ。こんにちは、南雲未来です。ティーチングプロ目指します。いつもガチゴル見てます、はい、中継さんの質問です。教えて中継先生。私は今レッスンをするにあたり、こういろんなお客様に対していろんな体格とか女性とか男性とかなるべく見極めてどれがハマりやすいかというのを探しているんですけども、中継さんは何か人に教える際に気をつけているところとかあれば教えていただきたいです。なるほど。ちょっと僕もねティーチングの経験があんまりないんで、難しいとこだよね。専門ではないですもんね、だからやっぱティーチングプロっていうのはやっぱり自分の理論がきちっとあって、で、いろんなタイプの人を、その理論の中で、上達させるようにするっていう、スタンスだと思うんだよね、で僕らが人に教えるのって、僕は例えばジンちゃんにこうした方がいいよって言うじゃない、でうまくいかなかったら、さっきの忘れてって言っちゃう。感性ってみんな違うから、でなぜかとやっぱり僕なんかもいろんなプロに教えてもらったり仲間にアドバイス受けたりしながら、あとは自分の中でこう作っていくとね、考えてね、あくまでヒントなわけよ、はい、だけど彼女インストラクターの方たちはヒントじゃないじゃん、もう答えを応援してくださいと、だからその辺難しいとこなんで、ちょっとねこれ回答難しいね。で僕なんか例えばジュニアの子に教えるにしても、何にしても、基本的なことは言うわけ、もう体のゴルフの基本的な体の動きっていうのはこうですよ、ああですよ、っていうことは言うの、でその後に例えばこう上げた方がいいんですかねとか、打つ時は腰の時こうどうですかねって時に、もっとこうじゃないこうじゃないって言ってパッて見た時に、この人これやったらいいとこまで失われちゃうなっていうふうに感じると、ちょっとさっきの忘れていいです、ちょっと違う手段を考えましょうっていうふうに、中継さんとかそういうスタンスなんだよ。そこまで、言ったら中継さんがっつり教えてくださいじゃないですもんね、この長い期間教えてくださいってわけじゃないですもんね。そうだからね、その辺はアドバイスはしかねるところなんだけど、一つやっぱり自分の理論を持ってた方がいいんじゃないかな。なぜかというとゴルフってインストラクターの人もいっぱいいるわけじゃない、だから彼女が教えることは万人に通用するとは多分思わないわけ、プロでもプロのコーチがいるけども、変えたりするわけじゃない、全員違いますもん ね、で A コーチに習ったけど次の年は B コーチになることだってアメリカなんかよくあるしね、なんでやっぱり自分の理論をしっかりと構築して、どんな質問を受けてもきちっと答えられる、そういうスキルをつければ要するに信用した人たちには絶対に、絶大な信頼がそこでできると思う。僕みたいな教え方っていうのは万人には広くねできるけども、やっぱり金子じゃなきゃダメっていう教え方だったらちょっとそういうスキルがない、ね、うちらは自分でティーチングプロとしてのしっかりとした理論を持って、そうでどんな深い質問にもきちっと対応できる、そういう能力を持つことが多分インストラクターとして信用されるような気はします。中継さんとかってちょっと教えてくださいよとか言われるのは好きな方なんですか？全然好きっていうか別に教えますよ。でその通りやんなかったらやんなくても別にいいかって感じですか？いいかって感じ。その人が多分母校から離れたら、多分元に戻すはずだ、それでいいと思う。僕なんか言ったことって忘れてもまたさちょっとだって思い出すかもしれないし、なぜかというと基本的なことが多いから、そこを忘れがちで部分的なことを直すアマチュアの人が多いから、基本的なところは揺らがないものは置いといて、それは一つ作っといて、あとは自分のオリジナリティというか、そういうのを持ってると、例えばもう彼女じゃなきゃダメっていう人が増えるような気はします。もし僕がテニスを習いたくて上手くなりたくて、行った時に何人かのコーチ習ってた時にそれにしっかり受け答えしてしっかりこうだって言って、それがなおかつ僕の合えば、うまくいったって思えば、もうその人になっちゃ なっちゃうね、そのくらいの魅力をつけるってことですね、自分の中でね。勉強じゃないやっぱり、そういう
理論の、はい、うん、そういうのをしっかりしたら、うん、まあ、そういう人がまあ増えてきてるとは思うけど、うんうんうん、そこのスキルを上げるしかないと思う、はい、そうするといいんじゃないのかなって気がする。頑張ってください。はい。